はい、新養生の皆さん、こんにちは、しんです。はい、まあ、合宿からね、今日帰ってきました。まあ、2日動画を更新できなかったんですけど、まあ、今日からまた、新養生も動画投稿を始めていきますので、よろしくお願いします。はい、あと2日で七夕ですね。やっぱり何の願いを叶えようかちょっと迷ってますけど、はい、本当にね、まあ楽しみです。まあね、今回は、はい、まあ今回はここにまあ紹介とかは今日は特にないんですけども、はい、お話をします。なぜ僕は宇宙が好きだという話です。なぜ僕は宇宙が好きか、なんかですね、やっぱり宇宙ってなんかすごい綺麗なイメージがあります。はい、星がたくさんあったりとか、本当にね、いろいろで、本当に、なんか本当に楽しそうな感じですね、宇宙は、やっぱり。もう、その、幻だからといって、怖いものとかもありますよ、宇宙には。ブラックホールっていうね、ものがあるんですけども、それに吸い込まれます、近づくと。なので、ちょっとそれは危険です、とても。あと太陽の近くも行くのもやめましょう。ね、溶けてしまいますから。すごい熱が太陽にはあります。なあ、ちょっとね、あまり太陽には近づかないようにお願いします。はい。恐竜ジャム好きです。恐竜ジャム好きなんでね。恐竜ゴールドが特に。まあね、本当に、うん、皆さん怪我とか注意してくださいよ。本当に足を捻挫しましたとか、うん、骨を折ってしまいましたとかそういうね、ことを気をつけましょう。皆さんぜひとも怪我をしないで、元気が一番です。まあ話が違ってきましたけど、まあ一応宇宙のことも少し言ったんでね、こういった感じでお話もしたいと思います。はい、まあ、多分 AKB の握手会がまたあると思うんですけども、まあね、握手していきたいと思います。そういう時 HKT の CD も今年買おうと思ってるんですよ。なぜかちょっとね、今ちょっと迷ってることがありまして、すごく、うん、HKT ですから、指原さんいますよね。サッシーか桜かどっちかなんで、まあ、結構迷います。ちょっとでもね、せっかく総選挙で1位を取ってんで、ね、指原さん行った方がいいと思います。指原さん、皆さんね、 HKT ではまあね、まあ、いろんな人に行くといいです。僕は指原さんか、宮脇さくらちゃんに行きたいと思います。まあ、ファンはそれぞれいますからね、自分の推し目のところに行って、ぜひとも握手してください。はい。ということで、今日の動画です。まあ、宇宙の話でした。以上、新養生でした。ありがとうございました。